いします。そう、一旦おめえを直せばよ、これで全然卑怯じゃねえわけだな。ドララ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 ラ、ドラ武器ある。すげえ爽やかな気分だぜ。新しいパンツを履いたばかりの正月元旦の朝のようによ。よっ、小松さん、お願いします。お願いします。ではお覚悟。無念。さあ、他に文句のある人はいるかしら。いなければ素直に言うことを聞きなさい。金目のものをよこしな。よっ。はい、ではお願いします。ようやく君に会えた。はじめまして、結城アスナです。ただいま、キリト君。お願いします。レントン、私レントンだからできたの。レントンじゃなくちゃ。いや、それではお願いします。俺、ヒロミが好きだ。分かってるわ。でも絵本が描けたのはノエがいたからだ。踊ることができたのはノエがいたから。新一郎は私が飛べるって信じてる。俺はヒロミが好きだ。でもお前を見てると心が震える。新一郎が私が飛べるって信じてくれる。それが私の翼。いやーなー。森田さん、お願いします、はい、ウィンリー。何よ、はっきり言いなさいよ。俺の人生半分やるからお前の人生半分をくれ。俺のせいで、あの坊さん、チキショー返せよ。弟なんだ。足だろうが腕だろうが心臓だろうがくれてやる。だから返せよ。たった一人の弟なんだよ。いやー、あらゆる願いを叶える、それすなわち生命の限界を超え変革をもたらすことに帰結する。なぜ願いは叶わないのか。それは人間にはそも限界があるからだ。平等も平和も幸福も同じこと。肉体にとらわれたお前たちでは満たされることは永遠にない。だからこそお前たちはあの聖杯を作り上げた。全ての苦しみから解放されるのではなく、全ての苦しみを克服するために。だがその理想がこの始末だ。世界を変革するほどの強い欲望なぞ
人間の悪性において他にない。だが人間の悪性であるがゆえにその手段は自滅となる。あれこそがお前たちの本性、この時代に即した願望期のあり方だ。10年前とは規模が違う。呪いは際限なく垂れ流されるぞ。さあどうする小僧。いやおのれ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 。いやお願いします、はいはい、それではよろしいでしょうか、はい、尾崎さんお願いします。ダメだよ、まだカバンちゃんが、カバンちゃんが、ねえカバンちゃんを返して、返してよ。怖がりだけど優しくて、困ってる子のためにいろんなことを考えて頑張り屋で、まだお話しすることも一緒に行きたいところも、は4年に一度、簡単な計算でござる。4年間我慢するより3年間我慢した方がいいに決まってる。バカなこと言うなよ。お前高校生活よりフィギュアを取るってのか。もちろんでござる。やめろ、考え直せ。小学生ならまだしも高校生でそれはありえない。ギュース殿、あとは頼んだでござる。ガクト、ごめん。